抱きしめて土砂降りの雨の中汚れたままでさまよう。ああ思い出なら綺麗に壊れて
付け合ったけど Can't you tell me now 涙を止めて今語ってよ飾り続けた孤独の悲しみを Oh, I need you ExJapan YOSHIKI さんです。ありがとうございます。どうも、なんか緊張しちゃった。緊張しました。あのデビューのきっかけを作ってくれて、そしてこのレインをね、あのプレゼントしてくれて、そしてピアノを弾いてくれた、あ、まあ、よしと知れた YOSHIKI さんです。今日はおかげです。今回のこの YOSHIKI さんの出演にはですね、並々ならぬ思いがあるという拓郎からちょっと一言。よしきさん、本当にありがとうございます。テルも曲中で言ってましたけど、本当メンバーのようにこんな幸せな20周年はありません。本当にありがとうございます。もう20年以上前になりますけれども、ライブハウスの薄暗い地下でまだ何者でもない、人気もない、チャンスも見えない、そのグレーを、本当にうずくまって立ち上がれなかったグレーを、こんなに人に祝福されるまで成長させてくれた YOSHIKI さんになんて俺を言っていくのかわからないので、YOSHIKIさん抱きしめさせてください。俺も抱きしめたい。YOSHIKIさん、次僕いいですか。
治療もせずに石田君ありがとうございます。そうですね、20年前ね僕らは、幸運にも出会うことができて、まあそのデビューのきっかけを作ったのは僕かもしれないですけど、この20年間グレーを支えてきたのはグレーのスタッフでありここにいるみんなのファンだと思います。本当にありがとうございました。ちなみにリハーサルからさせてさヤバい感じが来たんだよね。なんかそうそう、もうツイートしちゃおうかと思ったんですなんかそれだけ勘弁してくださいインスタで久しが映ってましたけどあセルフィー撮っていい。あセルフィーぜひやった世界発信してください。これどうやって撮るんですか。誰も撮ってもいいですか。あそうなんか顔ボロボロになってんだけどいえいえです。大丈夫？入ってる？大丈夫ね？待って、グレーの場合、ウィアーとかないの？ある。ウィアー、グレー。ウィアー、グレーあります。やります。じゃあ、ウィアー、グレー。一度お願いしてください。ウィアー。なんか幸せですね。あの僕も、XJAPAN というバンドやってるんですけど知ってます、ね、知ってます。あのやっぱりこうやってグレーとか見てるとみんな仲良く20年もやってこれたっていうのは本当にまあ僕にとってグレーは後輩なんだけどなんか先輩みたいな感じもする時もあって本当に、うちらのバンドもグレーを見習っていや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 狙ってて、うちの場合ほらいろいろ問題がいっぱい起こるわけ分かったでしょ問題起こしてるじゃないですか絶対勝手に起きてないですよ。いやまあその一部で問題の一部ですけどこういう風になったら展開的にさっきまで感動してたのにそうですちょっとじゃあここで We are X やりましょうよ。マジ行くよみんな。まあ本当にね今日ねグレーのメンバーにここに呼んでもらって実は東京ドームってXジャパンのホームグラウンドでもあるんだけどね。そうです18回東京ドームやってるのに20回目はグレーにも出てもらおう。そしたらもしですかやった決まったわけでさ決めましょう決まったというそういうことにちょっとこれマジでウィーラー X にじゃあ一発で行きましょう。手間が決まるよだって、僕ら初めてドームに来たのは X ジャパンのライブですよ。そうなんですよ。あのオーロラビジョンの下あたりで見せたね、はい、見てました。すごいね、これが X だと思ってね。いや感動しました。感動しましたね。そう、なんかこうやってね音楽とこう真面目に向き合ってやっていけば必ずこうやっていいことが起きるんだなということをなんかこう皆さんに伝えられたような気がします。そして、ね、こうやって YOSHIKI さんのこう登場に心よく協力してくれた
X ジャパンのスタッフの皆さんにも本当に感謝です。本当にありがとうございます。でもみんな今のあの吉木さんの言葉聞いてたよね。20回目の東京ドームはね、グレート X で、いや、あのその前にあれがある、はい、ルナシーフェス、あ、ルナシーフェスもあります。そうですね、日にち違うんだよね。そう、X ジャパンの皆さんは前の日ですね。一緒に2日目来る人、来る人、来る人、あのアウェイ感半端ないんで応援よろしくお願いします。そう、あのね、99年に一度ね、あのミレニアムに、ミレニアムにね、はい、あのオレナシーの皆さんと対バンしたことがあったんですけども、はい、スレーブの皆さんって言ったらね、ところから怒られました。だからグレーブにしたらそれでも怒られました。でもなんかそれが今定着してるみたいですよ、グレーブっていうのはね。あれあれ、ごめん、今ワウワウってワウワウだこれ。はい、ということでね、もうカットも何もできないですけども、世界中に、そう、世界中にあの皆さんね、先ほどもよしきさんの約束、まあ、これが本当になったらすごいと思います。なのでその日まで夢見て、俺たちもこれからも熱く活動していきます。お前らも絶対ついてこいよ。 OK、 生きてくるぞ。歩きるを努力が実ればはそうたやすくもう迷わない。セピアの海に染まれ悲しいことのすべて、その日からの夢にへI'm not afraid to die.
とりあえず無視して寂しがるあの先の夢前にキスで目覚める。特別な愛と勘違い真夜中にガロッと仕掛める。それを抜け記憶なめを感じる。イエーイ些細な始まり、いつもの気まぐれや災い、見慣れない夜に絡み合う夢のさりげない。遊び疲れたまま君に意地悪なその駆け引きも気まずいモードに向かい戻す Let's have you go Easy クマイブル彼女の過激クマダンの彼女の刺激クーファイブル彼女の過激クーファダンの彼女の刺激君はどれすぎ私のままで奇跡の海を枯れ君をやるか抜き寄せて彼女のリズムキリスから来る Show the world I start with my good angel
Hi.
かない、恋のまじない、もう止まらない、明日の風に飛び乗れ、一度フィレツーカルサブ、10年かけて温めて温めて大切にして描いてきた夢も、こうこの時間にね、この瞬間に立ち会ってみると一瞬だなと思ってします。なんかこの儚さがまた夢の良さなのかなという感じもしますが、またねグレイはこの夢を実現させて次なる夢へと向かって旅立ちたいと思います。なのでこれから10年20年そして30年先まで、ぜひともこうやって幸せな空間を一緒に作っていただけるなら、これからもついてきてください。またこれよりももっともっとすごい夢見させてあげるぜ。俺たちも絶対諦めないから、みんなも諦めんなよ。 OK、 最後の曲になってしまいますが、本当にこの10年間させてくれてありがとうございました。みんなのおかげで本当に素晴らしい夢が実現できました。本当にありがとう。それではみんなのこれからもね、素晴らしいミュージックライフでありますように、そして僕らも本当に幸せで本当に楽しいミュージックライフを送れるように、そんな願いを込めてこの曲を最後にいきたいと思います。一緒に歌ってください。今日本当にありがとう。ミュージックライフ、
ぞ。スモークやタバコやスプレーがこの場所の象徴だったね。箱だってな。OK! イズイ Joy 始まりを歌おう。ジェシーがマーシャルを取り合ってた。ねえばこのストーン OK 一緒にいさい。ジョイ爆音でロックロー会社のガソリン夫や喧嘩心配なく帰るといいけど、もがく日々ライバルたちはあの決断を許しはしないだろう。季節はめぐり終わりの鐘が聞こえてきた。彼は闇、彼女は消えた。それだけさ。OK! イズイ Joy 始まる。
幸せもんです。本当にありがとう。終わっちゃったよ、終わっちゃった。本当にありがとう。10年前の約束は今日ここで叶うことができましたが、今日新たにまた夢が誕生しました。次は X のドームだ。忘れちゃねえぞ。俺たちも絶対諦めずにこの夢を叶えたいと思います。どうも本当にありがとう。Thank you, Thank you, Thank you。 それでは皆さんに挨拶に伺うので、皆さんちょっと待っててね。ありがとう。またホールツアーやった。またみんなに待ちたよ、ね、ホールツアー、そしてアリーナツアー絶対やるぞ。ちょっと時間をかかるかもしれないけど待っててね。20周年本当にありがとう。
らを食い切っていくんだぞ。ありがとう。ありがとうございました。ほんでね、この会場に来れなくてどんなに悔しい思いをしてるか本当に僕らちゃんと分かってるんで、次は必ずみんなの街で会いましょう。今日はありがとう。そして昨日今日と本当にね、この東京ドームに集まってくれたみんな本当にありがとう。この感謝の気持ちを絶対忘れないからね。みんなからもらったこのあったかさや愛情や思いは必ず僕らが受け取って、そしてこれからの夢につなげていきたいと思います。これからも一緒に夢見ていきましょう。今日はありがとう。最後にもう一度紹介してほしいんですが、グレーをサポートして20年トシ、本当に今日はありがとう。トシそして10年目になりましたね、初めての東京ドーム、僕らと一緒の初めてですけども、今日本当にありがとうございました。中井誠一郎、今日本当にありがとうございました。改めて盛大な拍手。ダブル長井、そして本当にね、もう長いことグレーでこの4人でやってきましたけども、いつもね誰よりもしっかりしてグレーを伝えてくれてます、ジロー。最高の2日間でした。これからもグレイト、そしてテルをよろしく。シロー、そして誰よりも冷静にこのグレイをずっとずっと見つめて、そして的確な、ね、表現で、そしてグレイをずっとずっと支えてくれてたのかな。優しい。困ってるでしょ。いいこと言おうとして。いや本当にあのグレイ20周年、そして長かった、ミラクルミュージックハンドというツアーが今日で、無事終えることができました。そして今日は本当にかけがえの時間をみんなと過ごせて嬉しいと思いました。最後にじゃあ一緒に飛びますか。 We are グレイだろ。何みんな、何みんなこれ。じゃあリーダーにまとめてもらいます。皆さん本当にありがとうございました。本当に何者でもなかったグレイがこんなに大勢の人たちに20周年を祝福されてこのステージに立てるのは、まず皆さんあったと思います。ありがとうございます。またグレイは新しい
旅に出ますんで、今度は皆さんの街でぜひ会いましょう。また最高の映画を見せてください。皆さんの街に行った時はグレートテロをよろしくお願いします。テロよろしくお願いします。ということで、まずはですね、今日SHIPのマスアナウンサーが来てくれてたので、明日明後日あたりにこの模様が見れると思います。そしてニュースゼロもね、来てあげたので楽しみにしてほしいと思います。そして5日後ミュージックステーション出ますんで、よろしくお願いします。それではブラウン管の向こうでお会いしましょう。今日本当にありがとう。 OK、 それでは最後はやはりタクローのあの締めでこの20周年を締めたいと思います。最後に皆さんのイエスを聞かせてください。Okay, so! See! So! What?